あ、複数匹持っていけるね。ナイス。うん。ここにいるの全部あれで。まあそうだね。よいしょ。とりあえず吉田5匹。早いね。いや俺1匹しかまだ手にしない。あ、ちょっと待って待って、俺攻撃を受けている。スタンド攻撃を受けている。うわ、多いな、ここ。へい、多いな。全部で何匹？多いな多いな。これ全部持って帰れんのか。やば、全部持ってかなくても大丈夫っすよ。俺7匹いるぞ欲張りっすね。いや、これだけ連れていきましょう、はい、やばルさん、歩くの早すぎるんじゃないですか大丈夫っすか？ですかね。大丈夫です。大丈夫っすか？夜ですね。ちょっと怖いですね。なるほどね。うん。なるほど、夜ですか。夜ですか。怖いっすね。夜ですね。怖いですよね。ここエセベッドしかないから寝れないっすね。これはベッドあるんですけどね。なるほど。あ、ヌサあるんだ。だけど、これって掴んだままベッド寝れますかね。あ、わかんない。かわいいな、こいつら。じゃ進んでいきますか。進みましょう。行きましょう。あのボートのとこまで行きます。あ、いいっすね。やばいやつに目つけられた。やばいのに目つけられた。あー、やばいね。うわー来たこれ、ね、超むずいよ。ここ超むずい。最悪ね、壁崩しちゃってもいいかもしんない。よし、あれ、いや、もう なんとか頑張ろう。あれ、よし、1匹来た。はい、はい、次、ほらほら、ほい、ほい、ほいで、ほいで、ほい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 、あ、いいね、ほら、ほいで、ほいで、ほらほら、怖くないよ。この2匹、俺がやろうか。中入っちゃえば。多分無理だから俺が連れてくるよ。そいつら、あ、ほら、一匹出ちゃった。出ちゃったよ。そう。ほいです。もうじゃあ名前つけなくても、でも大丈夫か。森の洋館で消えてないんだから多分大丈夫なのか。おー、いいじゃないですか。よく見える。ここから出せって感じで。もともといたところより綺麗でしょ。前回に引き続き街づくりを進めます。で、街の一番上の区画が前回未着手だったので、今回はそこを完成させることで。街づくりの締めにしようと思います。で、前回も話した通り、大きめの建物として納品所を1個ボカンと作ろうと思っております。で、ベースとしては石レンガを使った、建物にする予定なんですけれども、石レンガだけだとどうしても重々しい建物になってしまうので、そこは戦力岩とかレンガとかを使って少し柔らかめな建物にできるようにしようかなと思っております。
番上を立てて閉める予定だったんですけど、一番下の階層の道を歩いていると、道を挟んで今お店群が立っている建物の反対側があまりにも洞窟洞窟しているので、見せないように同じような店を建てて視界を塞ごうと思います。中央道というか、あの階段の道ですねを挟んで反対側にも何か物を建てようかなと思ったんですけど、ちょっとめんどくさくってなので、建物を建てるのはやめて、空いたスペースに簡単な公園みたいなものを建てようかなと思います。じゃあまずね、この、はい、今背景に映してる、はい、これが吉田がだいぶ前に建てた銭湯ですと。もうふやけそうですね。あったけえよな、コウモリまで来ちゃって。あったけえよで、この前に見えるのが吉田が建てた町となっております。いいですね、街を一望して入る温泉、おつなもんですね。そう、温泉から街が見えるっていうね。うん、いいもんっすね。いいもんっすねちなみにこっちがあのよくあるあの なんだろう、ラジウム温泉みたいな感じの温泉で、はいはい、こっちがヒノキの湯ですね。ああ、いいですね。まあ多くなんですけど。気持ちいい。あったけ。気持ちいい。気持ちいい。全然服脱いでないけどね。うん。あ、ちくそ服着たまんま入ってっけど。まあちょっとね。風呂上がりましょう。ちょっと。はい。服脱ぐ機能はついてないんで。でここが。はい。ちょっと待って。ああ、大丈夫です。はい、ここは脱衣所ですね。ああ、いいですね。なんか分かりやすい。うん、そうそう、うん。でも、はい、脱衣所僕ら使ってないですよ。あ、大丈夫です、大丈夫です、そんな気にしないで、こう壁がありまして、ね、いい感じ、竹がね、竹いいよね。いい感じ、すごい。で、ここがね、温泉の源みたいなね。ああサルかお前は。そう、温泉の源、温泉が湧いてるとこですね。温泉が湧いてるとこだから、はい、こんな普通草は生えないんだけどね。どっちかというと、いやいや、なんか硫黄とかでいろいろと枯れて、うん、あ、そうだね、そうなるんだけど、まあこっちこっちら強いから、そうそ う見た目重視ではい、はい、でここを上がっていくと交易所があると。そうですね、駅場の裏手というのか、そうそうそう、交易所の先に秘湯温泉があるって感じですね。うん、でこっからがヌーさんが作ったもんですね、はい、ああ、そうですね、ここは本当に簡単な整備しかしてないんですけど、一回ね、左手に見えるちょっと何がしょ、はい、と一回置いといて、はいはいはい、まあ、この辺ちょっと簡単に、本当に簡単にだけどね、整備だけしておいて、はい、え、ここにベッドもあるんですけど、いや、ベッドもあるんですけど、これはしまい忘れですねマイナスポイントです一応ここでもあの高台がね、そうだね、街をね、街が見えると、そうそうそう、あ、いいね、これまた、うん、あ、こういうなんかね、高台はあっていいかなと思ったんで、
応こんな感じで作りました。はい、いいと思います、はいはい、ね、ここに見えるこの半球体の脳みそみたいな形してるやつ、こいつね、ブレインですね、ブレインみたいなやつ、はいはい、この辺ね、松明ね、いずれなんか外したりしたいなと思ってるんだけど、まあここはちょっとひとまず、まあそうだね、はいはい、はい、これはね、下へ降りる階段になってます、はいはいはい、ほんとシンプルですね、はい、いいと思いますよ。まあもともと下へ降りるその連絡通路みたいなのがなかったんで、はいはいはい、とりあえずいつでも上り下りできる場所が欲しいということで急遽作ったっていう感じですね。そうですね、ありがとうございます、うん、こうすると、まあ、見えるのがやっぱり僕が作った倉庫が見える、倉庫です、ね、この階層ですね、はいはいはい、この階層に来るっていう形です。ちょっとね、この辺川がこう、そうだね、ここら辺の道整備したのヌーさんだよね。そうですね、この辺は葉っぱとか草とかね、わちゃわちゃ生やして簡単に整備させていただきまして、この先が次は吉田さんが作った、そうだね、はい、吉田ビレッジが広がってる、吉田ビレッジが、で、まあ、ここは前回紹介したから、まあいいかなと、はい、うん、一応まあ一応このさっきが今までなかったのがちょっと追加されましたぐらい、そうだね、ここの橋より手前がなかったのが、うん、そうそうそう、まあ、いい感じじゃないですか、はい、まあビレッジ自体はまだ特別追加はないんだけど、ちょっとだけここから見る空間が少しだけ変わったかなぐらいです、はい、ありがとうございます、はい、いい感じにしてもらって、はい、よかったです、そう言ってもらえてよかったです、はいはい、でこっか、逮捕するからね、あの人はねまだ追っかけっこやってんのでここの道はちょっとまだね整備が進んでませんと、はい、うん、あ、でも簡単に機器できるようにっていう、そうだね、本当に基盤だけ作ったって感じだね、簡易的なところだけ、はい、あ、いいですね。で、まあ、温泉からも見えてたけど、このうねった階段いいっすよね。ああ、これね。そうね、いいよね。そう、割と気に入ってる、この景色を。ありがとうございます。で、こっから見えるのが、そう。吉田が作った、吉田タウン、はい、吉田シティ吉田タウンだな、これは。吉田タウンですね。まだそこがね、決まってない。そう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 。で、まあ、ちょっと、簡単に紹介すると、はいはい、そう、もともとこっち側のお店はちょっと前回パートで紹介してるんでちょっと割愛するんですけど、うん、で対面にもお店を3つ作りましたと、同じような並びでちょっと適当に作りました、ね、まあ、なんで作ったかっていうと、ここからくるっと後ろ見た時に空洞が広がってるんですよね、こっち、あ、はいはいはい、これ隠すためにこれ隠すために作りました、そう、動機は不純です、いや、いいじゃないですか、全然、はい、うん、なので結構手抜きで、だからまあ同じようにここもなんか物建てようかと思ったんだけど、じゃあ、はい、めんどくさいってのと、ちょっとスプラトゥーンがやりたかったんで、うん、ここは公園にしましたなるほどね、ここでちょっと濁す感じでねモニョモニョっと、モニョモニョっと木生やして、そうそうそうまあ僕も似たようなことやってるんでね、それはもう別に人のこと言えないんで全然はい、でまあ上行くとね、まあここら辺も紹介し終わってるけど、まあ簡単にね、まあここは宿屋ですと、はい、内装はないですと、はい、なんか丸見えでちょっとそこに触れていいのか分かんなかったけど、はい、言った通りですね、そうで、ここはお家ですと、うん、ここも内装はないですと、外観はね、スイカとかかぼちゃとか置いてね、なんかすごい凝ってるのに内装は何も置かないっていう、だいいんです、外が大切なんですうちらのマインクラフトは内面より外観です、なるほど、そう、内装から逃げろっていうハッシュタグを見つけた、内装から逃げろってハッシュタグはねえわ、内装から逃げるなってハッシュタグがあったんですけど僕は逃げます、内装から逃げるって、逃げろってハッシュタグを作るか、いますか、はい、でまあここもお家ですね、下と同じ感じでお家です、ええ、テラとかね使うとね、なんか色合いが、まあね、それっぽい感じになるよね、うん、でここも、はい、ここは酒場で、まあここ前回パートでやったから中は入らないんですけど、まあここは内装やってます、はい、ですね、そう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 、
ちなみに、クォーツ、これ。いや、これコンクリートだ。コンクリート、あー。ちなみにここね、あの実はですね、うん、統合版のムンムン港の酒場と全く同じ作りにしてます。あー、まあ、確かにそうかも。スペース的にちょっと入り口のところとかちょっと形変えてるけど、うん、内装とか全く一緒です。確かにね。実はね。位置関係は全く一緒ですね、これ。はい。そんな感じで手を抜きました。とりあえず建物があることが大事って。そう。もういっぱい建物建ってるからめっちゃ時間食ったんだよね。ああ、そうだよね。これだけ、いや、言うて、でも、割と、短い時間で作った方だと思うよ、これ。掘って建物建ってて大変だと。で、ここだね。ここが初登場。はい、ええ。納品所ですね。このね、シャレたもんつけて、ドロップとかつけて。なんで壊しちゃったの？でも、ここが、はい、パート3だな。パート3か、あ、4か。どっちか忘れたけど。はい、で、言ってたアイテムを1個ずつ全部集めようぜっていう話の納品所です。まだね。RPG でこんなとこ出たらテンション上がるよね。え？ RPG でこういうところあったらテンション上がるよ、ね。いや、上がるね。やり込み要素の一つだよね。そう。はい。まだ品はちょっと格納してないんですけど。なるほど。っていうのがね、まあ1階にもあり2階にもありっていう、多分ね、こんだけチェストいらないと思うんだよね、うん、まあなんかそういう場所だってことで、まあ、今後アップデートあるかもしれないじゃん。まあね、どんくらい使うんだろうね。で、俺たちは果たして達成できるのかね。あ、まず区画で決めたりしないとね。あ、そうだね、うん、それはまあちょっとおいおい考えようかなって、はい、思ってます。はい、で、まあ、今ここから見えてる風呂場の下のあれは撤去する予定ですと。6連砲みたいな。あれはちょっとテストで作ったものなんで、はい、撤去する予定です。はい、はい、あ、でもね、あそこもちょっと何かしら、そうそう、あそこもちょっと平面なんで、あそこに何か建てようかなって、うん、ただ上に温泉がある都合上どうしようかなってちょっと考えて、あれテストで作ったんですけど、うん、まあ見た目はいいけど、なんかのっぺりしてるから、多分。あ、まあのっぺり、うん、もうちょっとね、なんか多分あれを生かすとなると、下も取り崩して、うん、下にもなんかドット入り口みたいなの作って、それこそあの千と千尋みたいなの、あの油屋みたいな感じにしなきゃいけないから、でもそれ作るでもいい気がしてきたな。おい、次それ作る、この吉田市タウンと全く世界観合わないけどね。まあちょっとね、そのここのコンセプトと比べると確かに全く違うけど、そう、でもなんか油屋周辺で確かこういう街なかった。まあ、あの橋渡った先にもうちょっと和風な街があるよね。まあ、そう、これどう考えても RPG ファンタジータウンだから、そうだね、アブレート合わない気がするんだよね。そうだね、一気になんか世界が変わる、ね、そう異文化コミュニケーションになっちゃうから。いや、まああるよ、そういう街も。そこはね、ちょっと考える、もうそれでいいかってなるかもしんないけど、うん、いや、そういう街あるって。だって横浜中華街もそんなもんだよ、大体。まあ確かにね、急に出てくる。横浜中華街を例に出すか、なるほどな。はい、はいはい、で、まあこんな感じですね。今回の紹介は、はい、なんかあったっけ、捕まえたやつら、あれ紹介したの。あ、捕まえたやつらか。まあ紹介するか、うん、あの多分ね、アレイを連れてくる動画で一緒に紹介してると思うんだけど、うん、あー、そっか、じゃあいい、うん、まあでもせっかくだから紹介するか。おいで。どう、あれ、待って、キーボードの感度すげえ悪いんだけど、何なの、壊れたんじゃないですか。出た、あれ、待って、花火も飛ばす、打てないで、あ、出た。キーボードどころかマウスも壊れてんじゃん。え、なんで、何これ、どういうこと。普通に階段で行きます。テンポ悪いっすね。僕のせいじゃないから、これ僕のせいじゃない、さっきまでできたんだから、これ。あ、なんか、あ、なんだろうね、
回線悪いのかな。いや回線は良さそうだよ。バリ語です。いや俺の方、いやあのヌーさんの方もバリ語なんで。ああ表示されてんの。はい。じゃあ誰が悪いんだこれ。ヌーさんじゃないですか。てくれますね。はい。ということでまあね、ああはい、念願のアレが来ましたと。そうですね。あなんかすごい、なんか前左の方に言ってたのが急に散らばったね。うん、なんか悪くないね。減ってないよねこれ。減ってないよね。いやわかんない、ちょっと減ってる気もする。下がりすぎて少なく見えるだけだよね多分。あだと思う。うん、なんか出てはいないわ。あ減ってるように見えるなこれ。何11匹だったっけ。11匹か。いや覚えてない。の俺7匹で吉田さん5匹連れてきたはずだから。なるほどね。まあ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 減っててもまあいいっすわ。減ってるよこれ。まあ、いいっすよ、いいっすよ、大丈夫っすよ。まあこんだけいればね、2倍としては悪くないんで。ガシしてるよちょっと。はい、こんな感じでアレを連れてきたってのもついにね、はい、この吉田&アレの救済の家っていうのがついに実現したと。あそっか、救済の家、そうだ、うん、救済ね。そう、彼らを救済したわけですよ。牢屋から牢屋へみたいな感じで、ね。うん、だいぶ住み心地いいと思いますよ、あの牢屋よりは。あまあまあ牢屋と比べればね。温かみのある明かりがあってね。はいはい、っていう感じで今回の紹介は以上となります。まあ次は何を作ろうかって話なんですけどね。うん、まあこんな感じで次も何か作っていくんで頑張っていきます。はい、応援のほどよろしくお願いします。お願いします。じゃあ僕はスプラトゥーンやるんでここら辺で締めさせていただこうかな。忙しいね本当だよ。スプラトゥーンとさ地球防衛軍とさ、まあ